なあ、バトラ。どうして悪魔だの、オカルトだのってのを、わざわざこうして映画にすると思う？ねえからだよ。そんな滑稽なもんは、地球のどこにもねえのさ。ねえからわざわざ見たくて作るんだよ。だから俺はオカルト映画なんて、ちゃんちゃらおかしくて、笑っちまうってんだ。俺に言わせりゃ、悪魔やら妖怪やらより、今年度の収支報告や、機嫌を悪くした女房の方が、一億倍も怖えってもんだぜ。さらに言うぜ。俺に言わせりゃな、怖がるってのは、心と生活に、ゆとりのある連中の娯楽的感情なのさ。暇で暇でしょうがないから。連中は変わった感情で心を遊ばせたくて、悪魔だの、オカルトだのって文化を作り出したんだよ。チェスや将棋ってね、終盤の終盤、爪の最後の段階に入れば入るほど最善手は限られてくるのよ。だから自分が追い詰めている、あるいは追い詰められているというその時、両者の手は限りなく読みやすくなるのよ。つまり完全に追い詰められて打つ手なしって思ったその時こそ最も読みやすい瞬間なのよ。でも主勢に立った人間はどうしても考えが固くなって相手の手を読むことにまで考えが至らない。そういう時はね、チェス盤をひっくり返すの。
Thank you.
驚かせてしまいましたね。万が一に備えて持ってきたものです。それは金蔵さんの銃ですな。ご存知でしたか。そうです、お父様の古いコレクションの中にあったことを思い出し探し出してきました。ひゅー、すっげー。夏日おばさん、それ本物なんすか。ええ、本物です。実弾は発砲できますよ。昔お父様は野鳥を追い払うのに使ったりしていました。あら懐かしい。どこから出てきたんやら。私がいくら触らせてって言っても指一本触れさせてくれなかったやつよ。へえ、じい様こんなの持ってたんですか。知らなかったですよ。お父様は昔西部劇にどっぷり使ってたことがあってね。あの世代はこういうライフル銃が大好きなのよ。結構年季の入った銃のようですね。でもこんな短い仕様のは初めて見ました。ああ、思い出したわ、その銃。懐かしいな。昔好きやった映画のガンマンが派手にぶっ放しとったやつだわ。お父さんも渋いな。親方様がだいぶ昔にアメリカより特別にお取り寄せになられたものです。ご覧の通り実銃ですので、どうかこの件はご内密にお願い。手に入れられたばかりの頃は大層気に入られておりまして、撃つより薬莢を出す動作が面白いらしくて、裏の森でいろいろとカッコつけて遊んでおられたもんですよしかし物騒ね。そんなものまで持ち出しちゃうのかしら。万が一に備えてです。賊はおそらく一人ではないでしょう。しかも主人たちを6人も殺した恐ろしい相手です。私には主人に代わって皆さんを明日まで守る義務がありますので。屋敷内の戸締まりは厳重に確認してきました。ですが万が一ということもあります。みんななるべくここに一緒にいた方がいいでしょう。そうね、ここに全員が集まって相互監視をしている方が安心だわ。それはどういう意味ですか、エヴァさん。別に夏姫姉さんの意見に賛成しただけよ。